はい、皆さんこんばんは。戦う歌謡演歌歌手瀬内二郎でございます。ですね、ついにですね、マグカップの方が発売になりました。じゃじゃん。はい、この瀬内くんですね、この今にも歌い出しそうなギターを弾いたロックな瀬内くん、このマグカップがですね、税込み価格1980円、オンラインショップの方から発売されました。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。自分におめでとうございます。これをですね、ぜひとも、皆さん購入いただいて、いろんなものを飲んでいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それとですね、CD の方が、オンラインショップの方でも買えますので、ともしびとあと男道という曲を、収録しております。でともしびの方はですね、オンラインショップのこの CD もそうなんですが、ダウンロードの方もできますので、ぜひとも、よろしくお願いいたします。はい、あとですね、このジャケットのこの、ポスターに、なってるんですけども、それいろんなあの、店舗の方で、貼らせていただいております。でですね、私の家にも貼らせてください、私の店にも貼らせてくださいという方が結構いましてですね、もし要望がありましたら、こちらの方からポスターの方を送らせていただきますので、ぜひともですね、連絡の方をよろしくお願いいたします。はい、でですね、あとですね、まあこのグッズをですね、今いろんな形で、考えております。まず第一弾でこのマグカップ出ましたけど、この後いろいろ湯飲みだとか、マスクだとか、トートバッグですね、トートバッグとか、いろんなものを考えておりますので、都度ここで、紹介の方させていただきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。はい、あとはですね、まあ自分のライブですね、ライブの方を今回、今年1月に、デビューライブの方を行ったんですが、次はですね、またちょっと夏にやりたいと思いますので、その詳細を金曜日、今週の金曜日ですね、金曜日に、告知生放送でしたいと思いますので、そこもですね、ぜひチェックの方していただいて、確認していただけたらと思いますので、ぜひともですね、生放送の方をご覧になってください。はい、でこの今 CD の曲ももちろん、ライブの方で、やろうと思いますけども、その他にですね、いろんな曲も今回やろうかと思ってますので、ぜひともそちらも楽しみに、待っていただけたらと思います。はい、まあこんなコロナの時期ですね、皆さんあの体調の方を崩さないようにですね、マスクちゃんとしていただいて、外出るときはですね、まあ室内もそうです、今はちょっとしてないですけど、マスクの方していただいたり、あと手洗いうがいの方をしてもらってですね、ぜひとも健康管理には注意していただきたいと。まあ自分も歌うんで、まあこの前花粉症になりまして、まあ歌うとね、喉がガラガラしたりとかっていうのもあるので、まあそこも自分も気をつけながらですね、ベストな状態で歌を届け
られるよう、日々努めますので、皆さんの方も、ぜひとも体調管理の方、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、今週の金曜日の生放送まで、頑張って毎日を過ごしましょう。はい、それでは瀬内ジロでした。